ありがとうございます。ドラゴンズ YouTube です。もともと知ってるもん。そうですね。大学の先輩です。大学の後輩とオールスター選ばれるって、ね。ああ、確かに。まあ、有名なとこはな。はい、もう、六大東都とか、関西系とかはあるけど、八戸大ってオールスターに、そもそもそんなに選ばれた人もいないし。そうですね。高橋さんぐらいです。そうな。まあ、青山さんが昔、稲原さん。そうですね。秋山さんも常連ですね。常連業じゃねえよ、カーブ来てる、うん、松山さんのこうプロ入る前からなんか話とか聞いてたりしたんですか、秋山さん。ああ、こういうのがいるっていうのは。いやでもどうだろう、あとその松山の上に大道っていうのが広島にカーブにいたんで。でもあれ入団なん今何年目。僕2年目ですよ、まだ2年か。じゃあ俺の方が先にカーブにいたと思う。そうです。あ、なんかそういうのは後輩はいるって聞いてて、すごい能力があるけど、なんて性格的にめっちゃプロ向きっていう、偏ったプロ向きかもしれませんっていう話は聞いてました。そしたらやっぱそうでしたね。物おじしない、自分のペースをちゃんと作れて、でしかもそんなのになんかこう礼儀とかもできてんだなっていう。あ、まだ24ってことでしょ。そうです。僕と一回り違いますからね。はい、そんなのとでも12年こういうところでやるしですね。初年88です。それはドラフトの当日マウンドで寝たっていう逸話が名古屋で轟いてるって。名古屋の人たちって多分八戸 の環境のその時期のことって多分あんま分かってないもんな。まあそうですね、普通はやらないけど、それが名古屋の10月11月ぐらいだったらまあ、うん、こんぐらいと思う。八戸 の10月11月でそれやったらまあまあそうです。2泊はできないです。整ってもな、ちょっと寒いな。はい、1泊は本当に願掛けで勇気だけど、そうですね、っていう環境なんですよ。ああ、なるほど。しかも本当になんか球場だけど、下手したら襲われちゃうよな、あれ。動物。そうですね。ミコリンって知ってます？知ってるよ。やっぱそうですね。動物？じゃあそれはあのね、虫だろ。はい、ミコリンっていうなんか。坂本勇人さんが命名したこう蚊みたいななんか舞踊みたいなのがいるんですよ。僕たちがその寮にいたのが美穂野っていう地域だったんですよ。だから美穂野にしかこんなの見たことねえっつってミポリンって言ったらしいですよ。なるほど。そんなできればね、勇人も来たらね、もうちょっと蜂の毛トークに花が咲いたというだいぶ偏ったトークだいぶ偏るけどありだろう。まあ頑張ってほしいですね、うちの試合以外で。いやいやいや、秋山さんだけ抑えます。いや、でもやっぱバチバチ、昨日の登板後も、はい、秋山さん抑えたいってずっと思ってた。いやいや、やっぱり大学の先輩ですから。先頭フォアボールだけお前、うちの試合ちゃんとやれ。いや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 、ストレートが力んでいいから。まあでも、楽しみです。なんかそういうの、会うのも楽しみだし、そういう大学の人たちも OB もいるんで、ちょっと楽しみにしてくれたらいいなと思います。やっぱり両チームのファンの方もこのマッチアップちょっと気にしてみますね、多分。ローカルですけどね、だいぶ。中京大中京対決とかじゃないからね。でもまあ、いいんじゃないですか、こういうのも。はい、名古屋の人たちも覚えてもらえるように。はい、またこれからも頑張ります。お待ちも頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。どうやったらいけるんですか。もうこれでもうずっとなってるんです。あ、で編集してくれるってことですね。はい、編集してくれる。編集します。何時間ぐらい撮れるんですか。何時間とか。あ、もう1時間10分。全然撮れるんですね。もうずっと回しっぱなしにしといてもらいます。試合後の件についてもう一度ちょっと。投げると腕が疲れちゃって、はい、腕が内巻きするので、はい、なるべく外に外に、はい、海外させていくようなマッサージ、はい、もうトレーナーさんがいつも指が折れそうになりながら頑張ってくれてます。ありがとうございます。それで、はい、寝て起きると、はい、全部治っちゃってます。また次のとこ行けちゃいます。ありがとうございます。楽天の時に編み出した。あ、そうなんですね。DNA に来たときにトレーナーさんにお願いして、はい、こういうのやってくださいって言って、
もらってます。すいません、ありがとうございます。勉強になります。マジで出力高いんで、僕も結構速い球投げたいなと思ってるんで、羨ましくて。でさっき教えてくれたのがベンチプレスなんと120キロ上げるということで、ちょっと僕も頑張っちゃおうかなっていうふうに思いました。ベンチプレスをなんていうやるときに胸郭とか広げる、はい、で肩甲骨寄せる、で足でこう地面反力もらってっていうのを意識したら、やっぱり頭筋つながりました。で100キロでアップして、はい、そうです、120を上げちゃう、はい、そうです。素晴らしいです。いや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 、ちょっと僕も頑張ります。ありがとうございます。後半戦で100キロ上げれるように頑張ります。ありがとうございます。森原さん、サウナ好きのイメージありますけど。そうなんですか。サウナは好きなんですよ。僕はサウナ好きなんですか。はい、サウナはリカバリーに、はい、やっぱりですよね。リラックス効果もありますよね。心身ともに、はいはいはい、リカバリーできるんでいいと思います。ちょっと名古屋のスキーサウナ、ベルビーとかですね。知ってた、やっぱりベルビー行け。あと富士、でもあの大垣サウナとかですよね。大垣サウナの場合とか、はい、ギグの、はい、ロッテの種市さんもすごいこうあれなんですよ、ね、サウナーなんですよ、ね、で大垣サウナよく行くらしくて、で中日サウナー多いよ。サウナーいるの。サウナーは柳さんとか、柳さんもヒロトも、なんか言ってたね、なんかで言ってた、柳さんが一番の、和久井さんは和久井さん、和久井さんは分からないです。祖父江さんも最近サウナーです。祖父江さんはなんか植物育てているイメージある、ね、あ、そうですね、よくご存知です。すごいですね、祖父江さん。渋いです、祖父江さん。渋いアメリカンな感じですよね、祖父江さんは。アメカジな感じで、すごいですね。それに見なってこう藤島さんもアメカジっていう、そう、すごいです。そうなんです。藤島くんもいいよね、これ、ね、投げ下ろして、ね、こう投げて、こう投げて勉強になってます。高杉投手は相手ピッチャーのこととかバッターのことよく見てるかもしれないですね。試合を見てる時間が、あ、長いからですね。長いから、はい、森原さん、ドラゴンで気になる選手、野手でも投手でもいいですけど。いや、みんな球速いんで、だからチームで何かやってんのって言って、みんなもう50中盤ぐらいらしくるからね。トレーニングコーチがすごくトレーニングの知識があって、やっぱりそこはすごい、あのみんな全体的にやっぱ上とか、上とやってます、ね、筋トレします。ありがとうございます。初めての松山投手のインタビュー相手は森原選手でした。野球談義好きなんですよ。野球談義、ずっとなんか野球話しましょうって言ってくるから、まだ野球話してんの。俺も好きだけど、今球拾いながら野球話、はい、引き続き野球話しよう、はい。頑張ってたんですけど、いつものちょっと荒々しさというか、すごいガンギ待ってる感じは抜けてなかったです。話しかけたらワンちゃん殴られるんじゃないかなと思ったんで、そっとしときました。素でガンギ待ってる。素でガンギ待ってる。松山さん、素で決まってるっすよね。ああ、満塁って言ったら決まってないですか。グルバイスさん背中ビンタを、いや多分足りなかったから打たれたんじゃないかなって僕は思うけど、違うし、僕のパワー上げすぎたから僕は4点も取れた。